皆さん、こんにちは。ゆっくり、ゆっくりシリーズです。はい。一日に一つだけ確実に覚えよう。ショートカットキータイム。はい、えー。第2弾。1回目。ご紹介ショートカットキーは、コントロールキーをとシフトキーを押しながら、N キーをポンです。 コントロールキーとシフトキーを押しながら N キーをポンです。どのようなショートカットキーなんでしょう。はい。えー、これは、フォルダを新規作成する。名前をつけて、えー、名前をすぐに編集できる状態で、このようにですね。名前を編集できる状態で瞬時に 瞬時に新規作成することができます。このフォルダなんですけれども、えー、パソコンの中に入っているデータのことをまずファイルと言います。例えば、ワードで作ったもの、文書とかですね、あとエクセルで作ったもの、パワーポイントで作ったもの、そういうデータの単体のことをファイルと言いますが、 このファイルをまとめて入れるもの、保存しておくところ、入れるものですね、まとめて整理整頓するためのものをフォルダと言います、えー。実際ですね、パソコンを使い進めていくと、ファイル、いわゆるそのデータ単体、文のワードで作ったものとか、エクセルで作ったもの、そういうファイルがどん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 増えていきます。そして、いざ、 またそれを使おうと思ったときに、あの、必要なファイルがどこに保存されているのかわからなくなっちゃって、探す手間がかかります。例えば、エクセルで3月の請求書を作った、4月の請求書を作った、令和5年度のを作った、あ、でも令和4年度のと令和5年度のと間違えて開いちゃったとかですね、いろいろそういういっぱい 散見していると探すす手間はかかりますそういう時にこのフォルダを使ってファイルを整理しておくと探す手間が省かれて格段に作業率がアップします。そのためにもこの新しいフォルダってこのフォルダをですねたくさん作る機会があると思います。これからずっとパソコンをやっていくとですね今でもパソコンを使っていらっしゃる方もよくたくさんフォルダを使って 作っっていいらっしゃると思いますそのホルダーを瞬時に新規作成することができるのがこのショートカットキーです。では、ちなみにですね、ショートカットキーを使わずに、えー、新しいホルダーを作成する方法をご紹介したいと思います。デスクトップでよく使いますけれども、このデスクトップの上でマウスを右クリック。 右クリックをします右ククリックをして、これはあのショートカットキー使わない場合ですね。右クリックをして、そうするとこのようなメニューが出てきますので、新規作成、ここにマウスをポイントします。 ククリックではなくてポイントしますでポイントしますと右にこのように、えー、またメニューが出てきますのでこの右に出てきたメニューのホルダーというところをクリックします。そうするとこのように新しいホルダーというのができます。これがショートカットキーを使わないで新しいホルダーを作る方法です。はいえー、では次にショートカットキーを使 新しして新いいいフォルダを作成してみたいと思いますショートカットキーはコントロールキーとシフトキー左右に両方止まりますコントロールキーとシフトキーここだけではなくて右にもありますどちらか使いやすい方でいいと思いますただ皆さん大体いいコントロールキーとシフトキー左側を使いますねえコントロールキーとシフトキーを一緒に 押しながら、これは一緒に押しながら、で、N キーを、ポーン、です。コントロールキーとシフトキーを押しながら、N キーをポーンと、えー、叩けば、新しいホルダーがすぐに、瞬時にできます。もう右クリックしたり、新規作成をポイントしたり、 新しいあのフォルダーをクリックしたりとかという手間が省けて、瞬時に新しいフォルダーができます。はい、えー、名前を編集できる状態で、ここにですね、例えばパソコン学習関係とかですね、令和5年請求書関係とか、何かですね、そういう名前をすぐに編集できる状態で、瞬時に新規作成がされます。 とても便利なショートカットキーなので、ぜひ覚えていただきたいなと思います。はい。えー、確実に覚えるために、繰り返しレッスンも大事、が大事なんですけど、ただ YouTube を見るだけではなくてですね、パソコンを実際に起動して実践してみていただきたいなと思います。と何かある番組で言ってたんですけれども、 スマホとかから情報を得た場合、情報を得てインプットだけだとなんかあまり良くないらしいんですね。目とか、えー、耳とかで情報をスマホで YouTube とかから情報をインプットします。そしたらそれを目とか手とか脳とかそういういろんなのを使ってアウトプットする。で、パソコンの世界で言えばアウトプットっていうのはパソコンを実際に起動して 実際にやってみる。これがアウトプットです。そうすると脳にものすごく定着率が良いそうなんです。なかなかショートカットキーが覚えられないっていう受講者様が多いので、あの、このようにしていただいたら、パソコンを実際に起動して、何回も何回も実践してみると、今度は頭で考えるより、 指で覚えますので、無意識に使ってたりします。実際に、えー、私もそうなんです。頭で考える前に、コントロールキーとシフトキーを押しながら、N キーをポンとしてたりして、ええー、って自分で驚く、自分で自分に驚くことがあります。なので、ぜひ、えー、パソコンを実際に起動して実践してみてくださいね。はい、ではおさらいです。 コントロールキーとシフトキーを押しながら N キーをポン。これはフォルダを新規作成するショートカットキーでした。はい。えー、では、ご視聴ありがとうございました、えー。受講者様からですね、大変好評でしたので、第2弾1週間チャレンジ再度企画作成してアップしてみました。 日々短時間でもタイピング練習と一つだけショートカットキーをものにするタイムを作れれば理想ですね。ゆっくりゆっくりシリーズ、これからもよろしくお願いします。また、えー、よろしかったらチャンネル登録、励みになりますので、いいねボタン、こちらも合わせてよろしくお願いします。では、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。